将棋界のレジェンド加藤一二三九段です。加藤さんよろしくお願いします。お願いします。どうもよろしくお願いいたします。お願いいたします。はじめまして。どうも。1239段とか言われたりしますか？あ、めったに言われませんけど、まあ、まあでも、まあ、そ、 そういうね。そんな感じも、まあ、ありますね。そうね。ひふみが1、2、3ですから。余談の時になんか1、2、3、4で。1、2、3、4になったんだ。そうですよ、ね。あれ、それがちょうど、そうです。確かにね。そうです。そうです。そうです。なんか言われたよ。そういう時は。いや、ちょっと覚えてませんけど、ね。覚えてない。覚えてないですか。余談の時あんまり覚えてない。この、余談から9段っていうのは、一気に上がれるんですか？一気な不可能ですよ。あ、やっぱってどんどんこう、こういきます。あ、はい、あのね、はい、あの、四段から、はい、四段、五段、六段、七段、八段とですね、一、はい、年に一回、上がるチャンスがありまして、はい、私は十四歳で四段になって、一、はい、年に一段上がって、から、十四で四段になって、十八歳で、八段になったね。A 級の八段と言いますけども、はい、将棋界では A 級の八段が、最高のクラス。で、八段になりますと、はい、名人戦に出るチャンスが生じます。八段まで名人戦出れないんですか？はい、簡単に言うと、名人戦以外は、四段、例えば四段からでも、タイトルを取れますけども、はいはいはい、名人だけは八段になってからないと、名人戦に出るチャンスはありません。だから簡単に言うと、まあ、伝線、これは伝線と言いますけども、うん、非常にね、まあ、将棋界の、うん、まあ、根幹になっている棋戦なんですよね。うん、ですから基本ですね、うん、まあ、私は、まあ、この77歳でですね、はい、正式に引退しましたけども、分かりやすく言うと、伝線の成績が、良くなったから、良くなかったので、引退というふうに決まりました。制度によって引退しまして、やる気満々ながら引退しました。そうそう、だから、それがまたね、それがまたこの将棋ってすごい制度ですよね。やめなきゃいけないんですもんね。だから勝ち続ければずっとやれるということです。簡単に言うと、ですから分かりやすく言うと、どんなに、例えばどんな人でも、はい、人生、人生によってどんな人でも300局負けると、ほとんどみんな引退になります。300局負けると引退。で、例えば、人生で、だけども、人生以外の、戦いでは、仮に300局負けても、はっきり言って引退はしなくてもよろしいと。あ、そうか、タイトル戦とかでは。ところです。あ、そうでもいいんですね。感じると、人生の制度というものはですね、極めてある意味、はい、まあ、制度ですから、はい、まあ、その代わり、まあ、その人生によって勝っていくと、名人になりますから、で私は、42歳で名人になったんですけども、はい、だから、まあ、一長一短ですよね。あ、名人にはなれるけども、その代わり、引退の、うん、引退する恐れのある、はい、まあ、この制度ということです。もうそれは、なるほど、なるほど。そんなの、初めから分かってることですから。うん、でもやっぱその、ね、大変な、こう、すごい体力使うという、はい、ね、はい、将棋は言われているじゃないですか。はいはい、その、タイトル戦とか、明治戦に力を入れすぎて、ちょっと順位戦の方でまた、こう、星を落としてしまうとか。そういうこともあったりするんですか、ね、私はね、はい、私のタイプは、はい、すべて、すべての棋戦に、全力投球ですから、はっきり言って、私はすべて、目いっぱい戦ったから、はい、だから、私の勝った数はですね、はい、1324で、はい、これは現役では、羽生善治さんについて第2位の勝ち星です。はい、歴代でも第3位と。はい、はい、歴代では3位で、はい、現役では、現役でも引退しましたけれども、うん、今、生きてる人間としては、生きてる人間としては、羽生さんが1位で、うん、私が1324で2位です。すごいですね。つまり、それは何を言ってるかというと、うん、はいはい、はっきり言ってね、うん、まあ、職人ですよ、職人。職人。職人ですよ、職人は職人。だから、どんな時でもいい仕事をする。いや、だからその職人が、今回ね、その引退ということで、このなんていうんですか、こう、モチベーションというか、今まで本当にもう人生全てかけてきた、この将棋、これから引退っていうことになって。しか考えてなかったでしょうからね。そうですよ。うん、それで、確かにね、本当にやっぱ、なんて言ったって、やっぱ真剣勝負ですから、それは真剣勝負にかける、やっぱり、まあ、この準備とか、この集中力とかですね、それは、まあ、並々ならぬものがあります。はい、まあ、それが、まあ、引退となったんですけども、うん、はい、まあ、また、これからさ、これからの人生ですね、うん、今度は、まあ、いろいろと、いろんな、新しい仕事が、待ってまして、例えば、うん、白百合女子大学の客員教授に任命されたんですね。仙台の、仙台白百合女子大学。ということで、これから新しい仕事がありますけど、それはまた、まあ、理想は、今、私が、この、対局に、このエネルギーを注いだと同じぐらいのですね、エネルギーとか準備を持って、すべてのことに当たりたいというふうに、思ってます。
今はそういったお気持ちでね。負けました。やってないですよ。やってないですよ。いや、俺の。逆に勝ちましたのパターンになるんですけど。俺の矢倉がもうすぐ矢倉になる。言いたいだけでしょ、それ。防戦一方でしたよ。怒涛の攻めじゃないですか。なんか入れたかったんだ。なんか入れたかったけど。負けました。一曲も指してないじゃん。何も指してないじゃん。いや、あの、詰み将棋ってあるじゃないですか。あります、あります。あれ、すごい面白いなと思ったのが、正解が1個しかなかったりする。そうです、そうです。全くじゃないですか。そうです、なんかこう、なんですか、いろんな局面から始まる、その、そっからのパターンを読んで、そう、だから藤井四段は、詰み将棋でもう何連覇もしてるんですよ、そうです、そうです。だから、その、どの局面になっても、もういろんなパターンがあるから、当てはめていけば。当てはめていって、だから向こうが、ちょっとミスしたらもうこうなるっていうのはわかるっていう。あのね、詰め将棋というのは、まあ私も、小学校の4年の時に初めて詰め将棋の本を読んだんですけど、詰め将棋の良さは、将棋の魅力は一番わかるのが詰め将棋です。詰め将棋ちょっと親しむと、あ、将棋というものは面白いな、あ、ものすごく魅力あるかと、あるなというふうに、あの、まあ、汲み取れるのが詰め将棋です。だからまあ、できたら皆さんこれから将棋始める方もですね、すべてまずはですね、詰め将棋のおすすめです。あ、そうですか。これからやる方には。まあまあ、まずは、いや、もちろんね、これ、刺すことも大事。だけど、詰め将棋も、やりましょう。詰め将棋やると、はっきり言って、例えば音楽で言うとね、音楽で言うと、まあ、例えば、名曲のね、サビの部分っていうのは、あるいはサビの部分っていうのがあるんだけども、そういったサビの部分なんかっていうことを、この詰め将棋では、わかるんです。一番やっぱ盛り上がるところ。そうそう、盛り上がるところ。あ、そうと、将棋は面白いと、やってみようってことになる。で、だと、藤井聡太が、藤井聡太四段は、はい、この詰め将棋のコンクールで3年、ね、連続ね、はい、速さのコンクールで3年、みんなが制限時間いっぱいまで考えてるのに、1時間余ってね。一人でパッと置いちゃったりとかする。ただこれね、実はちょっと、辛くして言いますと、まあ、藤井さんね、もう、詰め将棋の吐きた、まあ、達人ですよ。ただね、一方で、まあ、私もそうだけども、ある、やっぱり、この、先輩の名人もですね、確かなこととしては、まあ、先輩の名人は、聡太四段よ、聡太四段よ、詰め将棋はそこそこ、ほどほどにしましょうと、注目さということも聞いてる。実は私も。つまり、ね、詰め、簡単に言うとね、詰め将棋というのはね、吐き言って、まあ、架空の物語。なるほど。はっきり言って、クイズみたいなもん。クイズ、クイズ。クイズははっきり言って、クイズですから、面白い。なるほど。はっきり言って、一生かけて夢中になるものではない。はあ、負けました。いや、今、ちょっと自分の中で、何をしようとしたんですけど、まあ、結局、君がやられまして。負けました。大手になってないですか、別に。そうなんちょっと今日は、まずはね、やっぱり加藤一二三さんの天才というテーマで、ちょっとテーマを調べましたし、聞いていきましょう。福岡の出身、1954年、14歳でプロ棋士としてデビューしました。トントン拍子でトップ棋士へと上り詰め、神武この方の天才と称されました。大山名人、中原名人と名勝負を繰り広げ、1982年にはその大山名人を破り、名人の座を獲得するなど、長年将棋界のトップで活躍されました。あ、すいません。今、1982年には、中原名人に勝って。中原名人です。はい、はい、はい、です。はい、はい、はい、です。はい。そして先月20日、日本将棋界最長となる62年10ヶ月に及ぶ現役生活にピリオドを打たれました。はい。62年か。この、なんか今回のやつで僕も調べたんですけど、タイトルが、やっぱり、なかなか取れないんですよね。名人とか、この竜王とかね。まあ、確かに、そうで、まあ、簡単にタイトル取れないってことでね。まあ、私は、簡単に言うと、まあ、この、棋士の中で、棋士の中でですよ。タイトル戦に、登場するだけでも大変なんですよ。ね、そこまで行くのにね。登場するだけで大変で、しかも、勝つっても大変なことですよね。確かに。タイトル、だから一応、我々の世界では、ステータスとしては、タイトル獲得というのはステータスになります。はいはい。そうですよね。それじゃあ、初めて、念願叶って名人になった瞬間っていうのことをやっぱ覚えてますか？こう思ったんですよ。名人は、三度目の名人挑戦で、二十歳の時から挑戦してましたから、つまり、はい。ですから、42で名人になるのか分かった瞬間に、私は
感激のあまり、はい、ああ、そうかと叫びました。ああ、そうかって言ったんですか。ああ、そうかというのは、はい、あ、ついにやった。ついに、やっぱり、なんか、見えになれると思ってたんだけども、ついになったって言って、あ、そうかと叫んだんです。いや、それは、そうか。そう、あそうか、あそうかというのは、考えを、いろんな考えを込めて、あそうかと、叫んだんです。深いですね。まあね、その第一声、あそうか。やっと分かったみたいなことだった。ってことなんですよ。気づいたみたいなことですね、あそうか。そうです。つまり、最後の最後、ゴール直前は、負けたと思ったんですよ。負けたと思ったんだけども、もう一遍、考え直したときに、に勝つを見つけて、そこで、あ、そうか、と先は、簡単に言うと、一歩の中におけるですね、はっきり、勝利の確信だったんですよ。だからはっきり言って、やっぱり一分っていうのは大きいですよね。それは大量の試合展開とかもやっぱあったんですね、そこはね。うん、まあ簡単に言うと、まあ、はっきり言って、この、メニュー戦の中でもね、うん、もう、空前絶後の、はい、メニュー戦の展開って、簡単に今まで、うん、これ、まあ、数、これからもない、うん、もう本当に空前絶後の、大勝負だったんですよ。で、ついに私が勝ったんですよね。で、今後、こういった記録はないです。というのは、実局戦って、うん、で、まあ、4月の13日に始まって、うん、終わったのが、7月の31日、1月31日と夜の9時2分に終わったんです。引き分け、引き分けで。あ、でもそう、引き分けですね。はい、すごい。はい、だから、はい。すげえ名勝負だったんだな。これはまず、はい、この記録は、まず、抜かれることはないですね。本当に執念の、あれですね。そう、はい、そうです、そうです。お聞きしたいんですけれども、将棋界と、今、藤井さん注目されてますけど、羽生さんも非常に、有名だって僕らからしたら、羽生さんの時にやっぱりちょっと、また将棋界が有名になった。大学生ぐらいの時に将棋ブームみたいになった時ありましたから、ね。羽生さんはどんな方ですか？羽生善治さんね、はい、19歳で、竜王という、この最高のタイトルを取りまして、はい、タイトルある中で一番最高峰が竜王という。竜王、竜王ね。で、竜王、竜王になって、なんと25歳で、7つのタイトル全部取りました。25歳ですよ。これは史上でね。いや、まず、これはこんな、こんな、人は現れません。現れない。はい。だからまずは、25歳で、7つ、例えば、名人とかね、あるいは、王座とかね、まあ、王座、いろいろあるんだけども、7つですね、25歳で、人で独占したという。だから羽生善治さんは、はい、天才です。天才。でよく羽生さんとはまあ話もあって、はい、羽生さんとはよくいろいろまあ話をします。どんな方なんですか？とてもね、人柄の良いですね。はい、まあ穏やかな方で、将棋は厳しいですよ。将棋はね超厳しいんだけども、人柄はねまあ穏やかな方で、非常にはっきり言っても常識的な方でですね、まあ誠実な方ですよね。と僕が感染しましたのですね。はいはい、私がね羽生さんとみんなと語って、はい、みんなの、時に話した時に、私がですね、はい、私に一つですね、謎があったんですよ。謎、ね、うん、まあ、将棋連盟内部における謎があったんだけども、羽生さんはそれを聞いててですね、彼はタイトル戦の最中にですね、私の謎をね、解いてくれました。ね、私だったらね、だってタイトル戦が終わってから、まあ、考えますよね。でも、私も話した謎をですね、彼は対局中にね、考えてくれて、終わってから今、加藤さん、加藤先生ね、先生がおっしゃってたね、謎は解けますと言ってね、その答えを私に言ってくれました。めちゃめちゃ余裕あるんですか？ね、余裕のよっちゃんですよね。ですよね。棋士の人たちが謎っていうぐらいだから、とんでもない謎なわけですよ。いや、つまり、まあ、あれのまま言いますとね、私は将棋連盟でですね、加藤先生ね、1年後にはですね、はっきり1年後にはですね、はっきりね、大きなね、表彰を受けることが決まってます。ね。だから私1年後に表彰することが決まってるって職員から、連盟職員から聞かれたから、1年後にですね、その、将棋連盟の職員にね、いや、1年前に表彰を受けるところに聞いたんだけどもね、って言って探したらですね、なんとですね、私にね、そういった話をした職員がいないって言うんですよ。いない？で、別に職員がいないってことを僕は、羽生さんたちがいる会食の席で、僕が言ったら、羽生さんはですね、ちゃんといろいろ考えて、つまり羽生さんの答えはこうです。これは加藤先生ね。これは、職員というのは、大阪に転勤したね、何々屋さんでしょうと言ったんですよ。いや、そういう場合そういう意味ではそうだと思って、でもね、私はね、羽生さんが私の謎をね、対局中にね、解いてくれたこの本当の真剣さ、行為に関しましてね、羽生さんが言った答えというのね、あ、そうだ、多分、羽生さんが、考えてくださった、その、何々さんっていう、東京から転勤した、
彼ですよねって僕が言ったんだけど、本当は、真相は、藪の中です。わかんない。そういうこと。いや、そう、なんかこう、まあ、ね、騎士の人たちの謎っていうから、すごいミステリーかと思ったら、そうそうそう職員転居。なんか、別に俺でもその、俺でも答えられそうなんだ謎解いてくれましたって。そうそう。いや、実は私は思いもつかなかったですよ。そうですか。そういう時も、なんか考え方として、そんな将棋のさ、駒みたいにさ、ね、その人が大阪行ってすごい。加藤さんからすると対局中に将棋以外のことを考えるっていうのはもう考えられないことなんですか。いや、よくですね、はい、対局や例えばよくよくあの、うん、考えるときは、うん、例えばですね、まあそうだな、この祈りの歌を歌ったり、祈りの歌とで、もちろんこの、うん、相手のいないところで、うん、まあ歌を歌ったり、うん、でまあちょっとまあこの対局の部屋からですね、はい、まあこう空を眺めてですね、うん、おこうなかなか空っぱ雄大で、おスケール大きく雄大でいいな、じゃ自分もあいスケールの大きな大きスケールの大きな将棋を指そうとか思ったりですね、そういう風になります。何食べたっていいんですよね。全く自由で、まあ全く自由で、うん、今の私は長年うな重を食べてる、うん、そうですよね、はい、バナナとかね、バナナもね、500したバナナだと、チーズとか、チーズ、あとまあ飲み物は例えば、うん、いろんな飲み物飲みます。なんかコーラも飲むし、あそうそう、まあ、3リットル飲むって決めてる。え3リットル、いや、コーラ必要なんですね。あ、そうですね。ね、頭動かさなきゃいけないから。かね、だからやっぱ運動しなくても、将棋の人ってやっぱ脳を使うから、エネルギーってカロリー消費してるみたいですよね。いや、そうなんですよね。ねうん、で、その中から、この、消費したカロリーというのはですね、うんうんうん、糖分でないと補えない、うん、補えないっていうのを聞いてますよね。うん、対局の後っていうのはもうベッドに入ったらもうぐっすりですか、それとも夢の中でまだ指してたりするんですか。その日の夜は。うん、大体ね、はいはい、対局終わったら、まずはですね、はい、対局終わったらですね、はい、二人が感想戦というのを行います。感想戦っていうのはあるんですね。まず、戦い、激闘終わった後に、うん、まあ、この1時間ぐらい、お互いです、うん。お互いぐらい、感想、お互いの感想を言い合うというね、うん、まあ、はっきり、例えば具体的に、いや、私はね、私はここで、なろうことついたんだけどね、本当はね、寝ることもつきたかったんですよって言ったら相手が、いや、それはね、加藤さんね、その時にね、私は、こういうふうに誘おうと思ってましたってことで、お互いの読み数字をですね、まあ、はっきり言って、このオープンに、語り合うというのは感想戦、これ1週間ぐらいありまして。それもまた記者の人たちがこういう。あ、それを、そうそうそう、それを参考にして文章を作るの。で、その後、はい、仮に、普通まあ、仮に負けた時なんかは、うんはい、対局終わってからですね、まあ、負けた時は、まあ、二日三日ですね、はい、何かに折につけては、いわゆる負けた将棋を頭の中で研究してます。二日三日をかけて。将棋で、この、大体何手ぐらいとかで決まるとかってあると思うんですけど、この、例えば一手二手やって、負けましたっていう人とかいるんですか？この本当にちょっとだけでもう、一番早くて。一番早くて。はい、多分ね、はい、はい、多分今の、最短記録の勝負って、多分ね、40手ぐらいだと、40手ぐらい。40手で決まっちゃったんですか？ 40 手っていうのは、はい、ありますね。で、普通、平均は、はい、平均は125手です。ああ、そんな平均の手があるんですね。つまり平均の手数ですね。平均の手数は、簡単と約、公式戦、約2500戦いますけども、そのうちの平均手数は125手です。で、ただ、中にね、だからとは言いながら、例えば、400手とか、うんうん、僕の経験で、僕の最も長い将棋はですね、うんうん、確か、少なくともね、漢字はね、300手となります。だ平均、なんか、平均125手だから、300手、約3局分ですよね。なるほど。その、私はすごいですよ。300手たか、うん、300手かかった、うんはい、長編、大長編でも、名局です。す、は、べ、いはい、て満点、お互いすべて満点の手やって、私は勝ってます。歴史だ。これ加藤さんにですね、うん、聞いてリスナーの皆さんからも質問がいっぱい来てますので、ちょっとね、お答えいただきたい。はい。ドクター。めったにメディアに、ね、出てこないですからね。いや、今結構出てますけど、はい、ドクター・リトハフさんからですね、はい好きな駒はよく聞かれると思いますが、嫌いな駒ってあるんですか？面白いな。ちなみに好きな駒は、はい、ね、一応、好きな駒は、はいそうですね。まあ、銀と飛車ですね。銀と飛車、はい。どうして銀が好きかと言いますと、はいはい、ほとんど私は今の、大勝負で、例えば、こう、
こう銀を使って、はい、あの、銀を使って、明治になったこともあって、銀を、あ、いや、最後に言って、銀を使って勝ってるのが多いから、銀が大好きです。もう思い出がね、強いということ。そういうことですよ。銀っていうのは、まあ、はっきり言って、あの、こういう表現もできますけど、まあ、会社で言うと、あの、営業部長。どんどん前に出ていって、横に行けない。まあ、営業部長で前に出ていってですね、まあ、はっきり言って、まあ、そのなんだろう、あの、大きな、戦果をこの仕事を取ってくる。うんと、そう、仕事、大きな仕事を取ってくる。外回り。外回り。そう、外回り。そうなんだ、銀。面白いとこね。動かすん。この外回りの活躍によって、まず敵陣突破。その後に、この前線突破した後に、飛車とかが入っていきます。だ銀が先に入っていかないと、飛車は入りません。やっぱり攻撃の、やっぱ銀と飛車が入っていく。要です。だから、はっきり言って、棒銀って言葉がありますけれども、棒銀、私、今まで約60年棒銀をさせます。けども、棒銀というのは、あの、飛車と銀の協力のことを棒銀と言います。まあ、飛車の前に銀が出ていって、敵に突破するので、棒銀と言います。守るものじゃなくて、攻めのことなんですね。もう、あの、はい、もう、この、はい、もう、あの、はい、まあ、攻める。飛車単体で行くんじゃなくて、銀を先に行かせていくってことなんですね。ちなみに嫌いな駒ってありますか？ないです。あ、ない。だって、嫌いな駒あったら、あの、ダメですよ。そうですね。そうですね。嫌いな駒あったらできないですよ。いい音でしたね、今ね。いいですね、やっぱ生で。強いんですよね。力強い。やっぱりね、好きな駒だから、特に。やっぱり。そうですね。こんなのもありますね。トキンさんからいただきました。ひふみんの好きな色は何の色ですかという質問です。色ですね。色ですね。色はね、はい。好きな色はね、好きな色で言うと、まあ、紺とか空色とか、緑です。ちょっとブルー系ですかね。はい。ブルー系で。赤系じゃない。落ち着く。ああ、そうね。感触っていうんですかね。そうそう。それで、好きな色は、ブルーと空色と、から緑だけど、ただしですね、緑というものは、対局の時には使えません。で、僕、一回の経験で、相手がですね、森内、永世名人がね、モスグリーンのスーツで戦った時があって、私は、森内さんのモスグリーンのスーツ姿をですね、前にして、6時間戦った時にですね、少し変調をきたしまして、はっきり言って、反則負けをしました。あら！つまり私はすると、だってね、やっぱ戦いというのはですね、やっぱりちょっと、なんだろう、例えば、太鼓だったら、まあ、私だったら、赤色とか、なんかこう、エネルギー戦うぞっていう。そういう色だったら、こちらもね、闘争心が。私だって、いや、それだったら自分だってね、やるぞという気が起こってくるんですけども、やっぱ、平和な日は、例えば公園の中に使われてる色ですよね、おすぐにね。その平和な色をね、この、彼が着てたのでですね、いや、もう、中に5時間、6時間戦っているうちにですね、何やらはっきり言って闘志が萎えてきたんです。緑を見て見て癒されちゃって、いや、あまりにも抑制されちゃったんですね。あまりにもいい色ですもんね。あれだから、例えば普通に言ってね、例えば好きな色だから、例えばね、公園とかね、ビルの植え込みに使う色ですよね。でも体育の時にはどうでしょうね。そうなんだ。やっぱそれぐらい真剣に闘志を燃やしてやってるっていうことですよね。すごいね。じゃ弱点ですね。うん、緑は好きな色だけど、相手が着ると。それは、やっぱり、その緑の服は、ちょっと、日常生活で使ってもらいましょうと。対局では着てこないでください。いいんじゃないですか。待って、いいよなんて。いい色だからね。好きなんだから。好きな色なんだから。でもなんか、スーツのね、イメージあるけど、みんなね、黒っぽいスーツ。ですよね。今だから明かせる話ですよね。そんなところに弱点があったんだ。いやー、すごい面白い話、いっぱいいただきましたね。いただきたかったですけども、お時間でございます。はいはい。お忙しな、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。負けましたって言ってました。ありがとうございました。どうも、失礼します。はい、今日のゲスト、加藤一二三さんでした。ありがとうございました。やっぱ、運動しなくても、将棋の人ってやっぱ脳を使うから、エネルギーってカロリー消費してるみたいですよね。いや、そうなんですよね。で、その中、この、消費したカロリーというのはですね、糖分でないと補えないっていうのを聞いてますよね。対局の後っていうのはもうベッドに入ったらもうぐっすりですか？それとも夢の中でまだ刺してたりするんですか？その日の夜は。大体ね、はいはい。対局終わったら、まずはですね、対局終わったらですね、二人が
感想戦というのを行います。感想戦っていうのもあるんですね。まず、戦いが激闘終わった後に、うんうんうん、まあ、この1時間ぐらい、お互いで、うん、お互いぐらい、ね、感想、お互いの感想を言い合うというね。うん、まあ、はっきり、例えば具体的に、いや、私はね、私はここで、ね、7億とついたんだけどね、本当はね、寝ることもつきたかったんですよって言ったら、相手が、いや、それはね、加藤さんね、その時にね、は私は、こういうふうに誘おうと思ってましたってことで、お互いの読み筋をですね、あ、まあ、はっきり言って、このオープンに、語り合うというのは感想戦です。これ1時間ぐらいありまして。それもまた記者の人たちがこういう。あ、それを、そうそうそう。それを参考にして文章を作ります。で、その後、はい、仮に、普通まあ、仮に負けた時なんかは、うん、はい、対局終わってからですね、まあ、負けた時は、まあ、二日三日ですね、はい、何かに折につけては、いわゆる負けた将棋を頭の中で研究してます。二日三日をかけて。将棋で、この、大体何手ぐらいとかで、決まるとかってあると思うんですけど、この、例えば1手2手やって、負けましたっていう人とかいるんですか？この本当にちょっとだけでもう、一番早くて。一番早くて。はい、多分ね、はい、はい、多分今の、最短、最短記録の勝負って、うん、多分ね、うん、多分40手ぐらいだと、40手ぐらい。40手で決まっちゃったんですか？ 40 手っていうのは、はい、ありますね。で、普通、平均は、はい、平均は125手です。ああ、そんな平均の手があるんですか、ね、うん、つまり平均の手数ですね。平均の手数は、簡単と約、公式戦、約2500戦いますけども、うん、はい、そのうちの平均手数は125手です。で、ただ、中にね、だからとは言いながら、うん、例えば、400手とか、うんうん、僕の経験で、僕の持っている長い将棋はですね、うん、確か、少なくともね、漢字はね、300手となります。だ平均、だから平均125手だから、300手、うんうん、約3局分ですよね。なるほど。でも私はすごいですよ。300手かかった、うん、はい、長編、大長編でも、名曲です。す、は、べ、い、て満点、お互いすべて満点の手やって、私は勝ってます。歴史だ。これ加藤さんにですね、うん、聞いてリスナーの皆さんからも質問がいっぱい来てますので、ちょっとね、お答えいただきたい。はい、ドクター。めったにメディアに出てこないですからね、今結構出てますけど、はい、ドクターリトハフさんからですね、はい、好きな駒はよく聞かれると思いますが、嫌いな駒ってあるんですか？何が好きかと言いますと、はい、ほとんど私は今までの、大勝負で、例えば、こう、こう銀を使って、はい、銀を使って、名人になったこともあって、うんうん、まあ、銀を、あ、いや、最後に言って、銀を使って勝ってるのが多いから、うん、銀が大好きです。これはもう思い出がね、強いということで。そういうことですよ。銀っていうのは、まあ、はっきり言って、こういう表現もできますよ、はい、まあ。会社で言うと、営業部長。どんどん前に出ていって、横に行けない。まあ、営業部長で前に出ていってですね、まあ、はっきり言って、まあ、そのなんだろう、大きな、戦果をこの仕事を取ってくる。うん、とそう仕事、大きな仕事を取ってくる。外回り。外回り。そう、外回り。そうなんだ、銀。面白いところですね。そんなに動かすん。この外回りの活躍によって、まず敵陣突破。その後に、この前線突破した後に、飛車とかが入っていきます。だから銀が先に入っていかないと飛車は入りません。やっぱり攻撃の、やっぱ銀と飛車が入っていく。要です。だから、はっきり言って、棒銀って言葉がありますけども、棒銀私、今まで約、60年棒銀をさせます。けども、はい、棒銀というのは、はい、飛車と銀の協力のことを棒銀と言います。まあ、飛車の前に銀が出ていって、敵に突破するので、棒銀と言います。守るものじゃなくて、攻めのことなんですね。もう、はい、もう、この、はい、もう、この、はい、まあ、攻める。飛車単体で行くんじゃなくて、銀を先に行かせていくってことなんですね。うん、ちなみに嫌いな駒ってありますか？ないです。あ、ない。だってない。嫌いな駒あったら、ダメですよ。そうですね。そうですね。嫌いな駒あったらできないですよ。でもいい音でしたね、今ね。いいですね、やっぱ生で。強いんですよね。力強い、やっぱりね。好きな駒だから、特に。やっぱり。そうですね。こんなのもありますね。うん、トキンさんからいただきました。はい、ヒフミンの好きな色は何の色ですかというで、うん。ああ、色ですね。あ、色ですね。うん、あ、色はね、はい、はい。好きな色はね、はい、好きな色で言うと、まあ、紺とか、空色とか、緑です。
ちょっとブルー系ですよね。うん、はい、ブルー系で。赤系じゃない。落ち着く。ああ、そうね。感触っていうんですかね。あ、うん、あ、そうそう。それで、うん、好きな色はブルーと空色と、うんうん、から緑だけど、ただしですね、うんはい、緑というものは、はい、対局の時には使えません。で、僕、一回の経験で、はい、相手がですね、はい、森内、はい、衛星名人がね、はいはい、モソグリーンの、はい、スーツで戦った時があって、うん、私は、森内さんのモソグリーンのスーツ姿をですね、はい、前にして、はい、6時間戦った時にですね、はい、少し変調をきたしまして、はっきり言って、反則負けをしました。あら！つまり私はすると、だってね、やっぱ戦いというのはですね、うん、やっぱりちょっと、なんだろう、例えば、太鼓だったら、まあ、私だったら、赤色とか、なんかこう、エネルギー戦うぞっていうね、そういう色だったら、こちらもね、うん、闘争心が。うん、私だって、いや、そうやったら自分だってね、うんはいはい、やるぞという気が起こってくるんですけども、うんうん、したという。だから、羽生善治さんは、うん、天才です。天才。で、よく、羽生さんとは、まあ、話もあって、はい、羽生さんとはよく、いろいろ、まあ、話をします。うん、でどんな方なんですか、とてもね、とってもね、人柄の多いですね、はい、まあ、穏やかな方で、将棋は厳しいですよ。将棋はね、超厳しいんだけども、人柄はね、まあ、穏やかな方で、非常にはっきり言っても、常識的な方でですね、まあ、誠実な方ですよね。一つ僕が感染しましたのですね、はいはい、私がね、羽生さんと、みんなと語って、はい、みんなの、うん、時に話した時に、私がですね、はい、私に一つですね、謎があったんですよ。謎、ね、うんうん、まあ、将棋連盟内部における謎があったんだけども、うんはい、羽生さんはそれを聞いててですね、うん、彼はタイトル戦の最中にですね、うん、私の謎をね、解いてくれました。はい、ね、私だったらね、うん、だってタイトル戦が終わってから、まあ、考えますよね。うん、でも、私も話した謎をですね、うん、彼は対局中にね、うん、考えてくれて、終わってから今、加藤さん、加藤さん、加藤先生ね、はい、先生がおっしゃってたね、謎は解けますと言ってね、はい、その答えを私に、はい、言ってくれました。めちゃめちゃ余裕あるんじゃないですか。ね、余裕のよっちゃんですよね。ですよね。騎士の人たちが謎っていうぐらいだから、とんでもない謎なわけですよ。いやいや、つまり、まあ、はい、あれのまま言いますとね、はい、私は将棋連盟でですね、はい、加藤先生ね、はい、1年後にはですね、はっきり1年後にはですね、はっきりね、大きなね、表彰を受けることが決まってます。うんうん、ね、だから私1年後に表彰を受けること決まってるって職員から、連盟職員から聞かれたから、1年後にですね、その、将棋連盟の、ね、職員にね、いや、1年前に表彰を受けるところに聞いたんだけどもね、うん、って言って探したらです、なんとですね、はい、私にね、はい、そういった話をした職員がいないって言うんですよ。いない、うん、で、別に職員がいないってことを僕は、羽生さんたちがいる会食の席で、僕が言ったら、羽生さんはですね、はい、ちゃんといろいろ考えて、つまり、羽生さんの、答えはこうです。これ加藤先生ね、はい、これは、その職員というのは、大阪に転勤したね、はい、この何々屋さんでしょうと言ったんですよ。はい、そういう場合で、そういう意味ではそうだと思って、でもね、私はね、羽生さんが、私の謎をね、こう対局中にね、解いてくれた、この本当の真剣さ、行為に関しましてね、羽生さんが言った答えというのはね、はい、あ、そうだ、多分、羽生さんが、考えてくださった、その、何々さんっていう、東京から転勤した、彼ですよねって僕は言ったんだけど、本当は、真相は、やぶの中です。あ、わかんない。そういうこと。いや、そう、なんかこう、まあ、ね、騎士の人たちの謎っていうから、すごいミステリーかと思ったら、そうそうそう職員転居。なんか、別に俺でもその、俺でも答えられそうな。謎解いてくれましたって。そうそう。いや、私は思いもつかなかったですよ。あ、そうですか。なんかそういう時も、なんか考え方として、そんな将棋のさ、駒みたいにさ、ね、その人が大阪行ってなり。すごい読み数字をですね、まあ、はっきり言って、このオープンに、語り合うというのが感想戦です。これ1時間ぐらいありまして。それもまた記者の人たちがこういう。そうそう。それを参考にして、文章を作ります。で、その後、はい、仮に、普通まあ、仮に負けた時なんかは、うんはい、対局終わってからですね、まあ、負けた時は、まあ、二日三日ですね、はい、何かに折につけては、いわゆる負けた将棋を頭の中で研究してます。二日三日をかけて。将棋で、この、大体何手ぐらいとかで決まるとかってあると思うんですけど、この、例えば一手二手やって、負けましたっていう人とかいるんですか？この本当にちょっとだけでもう、一番早くて。はい、多分ね、はい、はい、多分今まの、最短記録の勝負の、うん、多分ね、多分40手ぐらいだと、40手ぐらい。40手で決まっちゃったんですか？40手というのは、はい、ありますね。で、普通、平均は、うん、平均は125手です。はい、
ああ、そんな平均の手があるんですか、うん、平均の手数ですね。平均の手数は、簡単と約、公式戦、約2500戦いますけども、そのうちの平均手数は125手です。で、ただ、中にね、高とは言いながら、例えば、400手とか、僕の経験で、僕の最も長い将棋はですね、確か、少なくともね、漢字はね、300手となります。だ平均、だから平均125手だから、300手、約3局分ですよね。なるほど。その、私はすごいですよ。300手たか、300手かかった、はい、長編、大長編でも、名曲です。す、は、べ、い、て満点、お互いすべて満点の手やって、私は勝ってます。歴史だ。これ加藤さんにですね、聞いてリスナーの皆さんからも質問がいっぱい来てますので、ちょっとね、お答えいただきたい。はい。ドクター。めったにメディアに出てこないですからね、今結構出てますけど、はい、ドクターリトハフさんからですね、はい、好きな駒はよく聞かれると思いますが、嫌いな駒ってあるんですか？面白いな。ちなみに好きな駒は、はい、ね、一応好きな駒は、はい、そうですね、まあ、銀と飛車ですね。銀と飛車、はい。どうして銀が好きかと言いますと、はい、ほとんど私は今までの、大勝負で、例えば、こう銀を使って、はい、銀を使って、明治になったこともあって、銀を、はい、いや、最後に言って、銀を使って勝ってるのが多いから、銀が大好きです。もう思い出がね、強いということ、まあ。そういうことですよね。銀っていうのは、まあ、はっきり言って、はい、こういう表現もできます。はい、まあ、会社で言うと、営業部長。どんどん前に出ていって、横に行けない。営業部長で前に出ていってですね、まあ、はっきり言って、まあ、そのなんだろう、大きな、戦果をこの仕事を取ってくる。うん、そう、仕事、大きな仕事を取ってくる。外回り。外回り。外回り。そうなんだ、銀。面白いですね。動かすんだ。この外回りの活躍によって、まず、はい、加藤先生ね、先生がおっしゃってたね、謎は解けますと言ってね、その答えを私に言ってくれました。めちゃめちゃ余裕あるんじゃないですか。ね、余裕のよっちゃんですよね。ですよね。騎士の人たちが謎っていうぐらいだから、とんでもない謎なわけだ。いやいや、いや、つまり、まあ、はい、あれのまま言いますとね、はい、私は将棋連盟でですね、はいはい、加藤先生ね、はい、1年後にはですね、はっきり1年後にはですね、はっきりね、大きなね、表彰を受けることが決まってます。うん、ね、だから私1年後に表彰を受けること決まってるって職員から、うんうん、連盟の職員から聞かれたから、1年後にですね、うんうん、その、将棋連盟の、ね、職員にね、いや、1年前に表彰を受けるところに聞いたんだけどもね、うん、って言って探したらですね、なんとですね、はい、私にね、はい、そういった話をした職員がいないって言うんですよ。いない、うん、で、別に職員がいないってことを僕は、羽生さんたちがいる会食の席で、僕が言ったら、羽生さんはですね、はい、ちゃんといろいろ考えて、つまり、羽生さんの、答えはこうです。これ加藤先生ね。はい、これは、その、職員というのは、大阪に転勤したね、この何々屋さんでしょうと言ったんですよ。いや、そういう場合で、そういう意味ではそうだと思って、でもね、私はね、羽生さんが、私の謎をね、この対局中にね、解いてくれた、この、本当の真剣さ、行為に関しましてね、羽生さんが言った答えというのはね、はい、あ、そうだ、多分、羽生さんが、かげてくさった、その、何々さんっていう、東京から転勤した、彼ですよねって僕は言ったんだけど、うん、本当は、真相は、やぶの中です。あ、わかんない。そういうこと。いや、そう、なんかこう、まあ、ね、騎士の人たちの謎っていうから、すごいミステリーかと思ったら、そうそうそう職員転居。なんか、別に俺でもその、俺でも答えられそうな。謎解いてくれましたって。そうそう。いや、私は思いもつかなかったですよ。あ、そうですか。なんかそういう時も、なんか考え方として、そんな将棋のさ、駒みたいにさ、ね、その人が大阪行ってなり。加藤さんからすると対局中に将棋以外のことを考えるっていうのはもう考えられないことなんですか？いや、よくですね、はい、対局や例えばよくよく考えるときは、うん、例えばですね、まあそうだな、この祈りの歌を歌ったり、祈りの歌で、もちろんこの相手のいないところで、うん、まあ歌を歌ったり、うん、でまあちょっとまあこの対局の部屋からですね、はい、まあこう空を眺めてですね、うん、こうなかなか空っぱ雄大で、おスケール大きく雄大でいいな、で自分もあスケールの大きな将棋を指そうとか思ったりですね、そういう風になります。何食べたっていいんですよね。全く自由で、今、全く自由で、うん、今の私は長年うな重を食べてる、うん、そうですよね、はい、バナナとかね、バナナもね、500したバナナだと、チーズとか、はい、あと、まあ飲み物は例えば、うん、いろんな飲み物飲みます、なんか
コーラも飲むし。あ、そうそう。まあ、3リットル飲むって決めてる。え引退っていうことになって。しか考えてなかったでしょうからね。そうですよ。うん、それで、はい確かにね、本当にやっぱ、なんて言ったって、やっぱ真剣勝負ですから、うんはい、それは真剣勝負にかける、やっぱり、まあ、この準備とか、はい、この集中力とかですね、それは、まあ、並々ならぬものがあります。はいでまあ、それが、まあ、引退となったんですけども、うんはい、まあ、また、これからさ、これからの人生ですね、うん、今度は、まあ、いろいろと、いろんな、新しい仕事が、待ってまして、例えば、うん、白百合女子大学の客員教授に任命されたんですね。仙台の、仙台白百合女子大学ということで、これから、新しい仕事がありますけども、それでそれはまた、まあ、理想は、今、私が、この、対局に、このエネルギーを注いだと同じぐらいのですね、エネルギーとか準備を持って、すべてのことに当たりたいというふうに、思ってます。今はそういった気持ちでね。負けました。やってないですよ。やってないですよ。いや、俺の。逆に勝ちましたのパターンになるんですか、それ。俺の矢倉がもうすぐ破られました。矢倉言いたいだけでしょ、それ。防戦一方ですよ。怒涛の攻めじゃないですか。なんか入れたかったんだ。なんか入れたかったけど。負けました。一曲も指してないじゃん。何も指してないじゃん。いや、詰み将棋ってあるじゃないですか。あります、あります。あれ、すごい面白いなと思ったのが、正解が1個しかなかったりする。そうです、そうです。まあ、じゃないですか。そうです、なんかこう、なんですか、うん、いろんな局面から始まる、そっからのパターンを読んで、そう、だから藤井四段は、詰み将棋でもう何連覇もしてるんですよ、そうです、そうです。だから、その、どの局面になっても、もういろんなパターンが あるから、当てはめていけば当てはめていって、だから向こうが、ちょっとミスしたらもうこうなるっていうのはわかるっていう。うん、なるほど。詰め将棋というのは、はい、まあ私も、小学校の4年の時に初めて詰め将棋の本を読んだんですけど、はい、まあ、詰め将棋の良さは、はい、将棋の魅力が一番わかるのが詰め将棋です。詰め将棋ちょっと親しむと、あ、将棋というものは面白いな、あ、ものすごく魅力あるかという、まあ、あるなというふうに、まあ、汲み取れるのが詰め将棋です。だからまあ、できたら皆さんこれから将棋始める方もですね、すべてまずはですね、詰め将棋のおすすめです。あ、そうですか。うん、これからやる方には。まあまあ、まずは、いや、もちろんね、これ、刺すことも大事。だけど、詰め将棋も、やりましょう。うん、詰め将棋やると、まあ、はっきり言って、例えば音楽で言うとね、はいはいはい、音楽で言うと、まあ、例えば、名曲のね、サビの部分っていうのは、あるいはサビの部分っていうのがあるんだけども、うんはいはい、そういったサビの部分なんかっていうことを、この詰め将棋では、わかるんです。一番やっぱ盛り上がるところが。そうそう、盛り上がるところが、あ、相当将棋は面白いと、やってみようってことになる。で、例えば、藤井聡太が、藤井聡太四段は、はい、この詰め将棋のコンクールで3年、ね、連続ね、はい、早さのコンクールで3年、みんなが制限時間いっぱいまで考えてるのに、1時間余ってね、一人でパッと置いちゃったりとかする。ただこれね、実はちょっと、辛くして言いますと、はい、まあ、藤井さんね、はい、もう詰め将棋の人ですよ。はいはい、ただね、はい、一方で、まあ、私もそうだけども、はい、あるやっぱり、この、先輩の名人もですね、はい、確かなこととしては、まあ、先輩の名人は、はい、聡太四段よ、聡太四段よ、詰め将棋はそこそこ、ほどほどにしましょうと、注目さということも聞いてる。実は私も。つまりね、簡単に言うとね、詰め将棋というのはね、はっきり言って、まあ、架空の物語。なるほど。はっきり言って、クイズみたいなもん。まあ、クイズ。まあ、クイズは、はっきり言って、クイズですから、面白い。なるほど。はっきり言って、一生かけて、夢中になるものではない。はあ、負けました。いや、違うんだから。いや、今、ちょっと自分の中で、何をしようとしたんですけど、まあ、結局、君がやられまして。負けました。大手になってないですか、別に。そうなんだ。ちょっと今日は、まずはね、やっぱり加藤ひぐみさんの、はいはい、この天才というテーマで、まあ、ちょっとテーマに沿って調べましたね。聞いていきましょう。福岡の出身、はい、1954年14歳でプロ棋士としてデビューします、うん、トントン拍子でトップ棋士へと上り詰め、神武この方の天才と称されました、うん、大山名人、中原名人と名勝負を繰り広げ、うん、1982年にはその大山名人を破り名人の座を獲得するなど、うん、長年将棋界のトップで活躍されました。すいません、今、はい、1982年には、うん、中原名人に勝って、中原名人、はい、はいはいはい、失礼いたします、はいはい、はいです、はい、そして先月20日日本将棋界最長となる62年10ヶ月に及ぶ現役生活にピリオドを打たれました。はい、
62年に、うん、このなんか今回のやつで僕も調べたんですけど、タイトルがやっぱりなかなか取れないんですよね、はい、名人とかこの竜王とかね、そういうまあ確かにそうで、まあ簡単にタイトル取れないってことでね、まあ私は簡単に言うと、まあこの棋士の中で、他人棋士の中でですよ、タイトル戦に登場するだけでも大変なんですよ、ね、とそこまで行くのにね、登場するだけで大変で、しかも勝つっても大変なことですよね、確かに。タイトルだから一応我々の世界では、はい、ステータスとしては、うん、タイトル獲得というのはステータスになります。はい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 、ね、うん、それじゃあやっぱ初めて、うん、念願かなって名人になった瞬間っていうのことをやっぱ覚えてますか。こう思ったんですよ、はい、名人は、はい、3度目の名人挑戦で、はい、20歳の時から挑戦してましたから、はい、つまり、はい、ですから、42で名人になるのか分かった瞬間に、うんうん、私は感激のあまり、はい、ああ、そうかと叫びました。ああ、そうかって言ったんですか。ああ、そうかというのは、はい、あ、ついにやった。ついに、やっぱり、なんか、名人になれると思ってたんだけども、ついになったって言って、あ、そうかと叫んだんです。いや、それは、そうか。そう、ああ、そう、ああ、そうかというのは、考えを、いろんな考えを込めて、うん、ああ、そうかと、叫んだんです。深いですね。まあね、その第一声、ああ、そうか。やっと分かったみたいなことだった。ってことなんですよ。気づいたみたいなことですね、ああ、そうかって。そうです。深いですね。まあね、その第一声、ああ、そうか。やっと分かったみたいなことだった。ってことなんですよ。気づいたみたいなことですね、ああ、そうか。そうです。つまり、最後の最後、ゴール、直前は負けたと思ったんですよ、はい、負けたと思ったんだけども、はい、もう一遍、まあ、考え直した時に勝つを見つけて、そこであ、そうかと先は簡単に言うと一歩の中におけるですね、はっきり勝利の確信だったんですよ。だからはっきり言ってやっぱり一分っていうのは大きいですよね。そうでも対局の試合展開とかもやっぱあったんですね、そこはね。うん、まあ簡単に言うと、まあ、はっきり言って、この、メイン戦の中でもね、うん、もう、空前絶後の、はい、メイン戦の展開って簡単に今まで、うん、これ、まあ、数、これからもない、うん、もう本当に空前絶後の、大勝負だったんですよ。で、ついに私が勝ったんですよね。で、今後、こういった記録はないです。というのは、実局戦って、はい、で、まあ、4月の13日に始まって、うん、終わったのが、4月の31日、4月31日と夜の9時2分に終わったんです。引き分け引き分けで。あ、でもそう、引き分けで。すごい。これ、はい、だから、はい。すげえ名勝負だったんだな。これはまず、はい、この記録は、まず、抜かれることはないですね。本当に執念の、あれですね。そうです、はい、そうです、そうです。お聞きしたいんですけれども、将棋界と、今、藤井さん注目されてますけど、羽生さんも非常に、有名じゃないですか。だって僕らからしたら、羽生さんの時にやっぱりちょっと、また将棋界が有名になった。大学生ぐらいの時に将棋ブームみたいになった時ありましたもんね。羽生さんはどんな方ですか？羽生善治さんはね、はい、19歳で、竜王という、この最高のタイトルを取りまして、はい、タイトルある中で一番最高峰が竜王という。竜王、竜王ね。で、竜王、19歳になって、うん、なんと25歳で、7つのタイトル全部取りました。25歳ですよ。これは史上初めてね。いや、まず、これはこんな、うん、こんな、人は現れません。現れない。はい。だから、まずは、25歳で、うん、7つ、例えば、名人とかね、はい、あるいは、王座とかね、いろんなタイトル、ね。まあ、王座、いろいろあるんだけども、7つをですね、25歳で、人で独占したという。だから、羽生善治さんは、はい、天才です。天才。で、よく、羽生さんとは、まあ、話もあって、はい、羽生さんとはよく、いろいろ、まあ、話をします。うん、で、どんな方なんですか？とてもね、人柄の良いですね、はい、まあ、穏やかな方で、将棋は厳しいですよ。はい、将棋はね、超厳しいんだけども、人柄はね、まあ、穏やかな方で、非常にはっきり言って、まあ、常識的な方でですね、まあ、誠実な方ですよね。一つ僕が感染しましたのですね、はいはい、私がね、羽生さんと、みんなと語って、はい、みんなの、うん、時に話した時に、私がですね、はい、私に一つですね、謎があったんですよ。謎ね、うん。まあ、将棋連盟内部における謎があったんだけども、うん、はい、羽生さんはそれを聞いててですね、うん、彼はタイトル戦のさなかにですね、うん、私の謎をね、解いてくれました。はい、ね、私だったらね、うん、だってタイトル戦が終わってから、まあ、考えますよね。うん、でも、真剣に、そうです。闘志を燃やしてやってるっていうことですよね。へー、すごい。すごいね。
じゃ弱点ですね、うん、その緑は好きな色だけど相手が着ると、それはやっぱり、あ、あの、いや、その緑の服はちょっと日常生活で使ってもらいましょうと、みたいな。対局では着てこないでください。だっていいんじゃないですか、ね。待って、待って、ね、いいよなんて。いや、だからね。カー好きなんだから。好きな色なんだから。ね、でもなんかスーツのね、イメージあるけど、みんなね、黒っぽいスーツ。ですよね。今だから明かせる話ですよね。そんなところ弱点があったんだ。いやー、すごい面白い話、いっぱいいただきましたね。まだまだね、いただきたかったですけども、お時間でございます。本当にお忙しい中、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやどうもありがとうございました。ございました。ありがとうございました。今日は負けました。ありがとうございました。どうも失礼します。今日のゲスト加藤一二三さんでした、はいはい。ありがとうございました。やっぱ運動しなくても、あの将棋の人ってやっぱ脳を使うから、エネルギーってカロリー消費してるみたいですよね。いや、あの、そうなんですよね。ね、うん、で、その中からこの、消費したカロリーというのはですね、うんうん、糖分でないと補えないっていうのを聞いてますよね。対局の後っていうのはもうベッドに入ったらもうぐっすりですか、それとも夢の中でまだ指してたりするんですか。その日の夜は。大体ね、はいはい、あの、対局終わった、まずはですね、対局終わったらですね、はい、あの、二人が感想戦というのを行います。感想戦っていうのもあるんですね。まず、あの、戦い、激闘終わった後に、まあ、あの、この1時間ぐらい、お互いです、うん。お互いぐらい、あの、感想、お互いの感想を言い合うというね、うん、まあ、あの、はっきり、例えば、だって、いや、私はね、私はここで、ね、7億とついたんだけどね、本当はね、寝ることもつきたかったんですよって言った相手が、いや、それはね、加藤さんね、その時にね、私は、こういうふうに刺そうと思ってましたってことで、お互いの読み数字をですね、あ、まあ、はっきり言って、この、オープンに、あの、語り合うっていうのが感想戦です。これ1時間ぐらいありまして。それもまた記者の人たちが、こういう。あ、それを、そうそうそう、それを参考にして、文章を作るの。で、その後、はい、仮に、あの、普通あの、まあ、仮にあの、負けた時なんかは、うん、はい、対局終わってからですね、まあ、負けた時は、まあ、二日三日ですね、はい、あの、何かに、折につけては、あの、いわゆる、負けた将棋を頭の中で研究してます。二日三日をかけて。将棋で、この、大体何手ぐらいとかで決まるとかってあると思うんですけど、この、例えば、一手二手やって、負けましたっていう人とかいるんですか？この、本当に、ちょっとだけで、もう、一番早くて。一番早くて。あ、はい、多分ね、はい、はい、多分今までの、最短記録の勝負って、多分ね、40手ぐらいだと、40手ぐらい。40手で決まっちゃったんですか？ 40 手っていうのは、はい、あの、ありますね。で、普通、平均は、はい、平均は125手です。ああ、そんな平均の手があるんですね。つまり平均の手数ですね。平均の手数は、簡単と約、公式戦、約2500戦います。まあ、結局、君がやられまして、ね。負けました。大手になってないですか、別に。そうなんですか、ね、ちょっとあの、今日は、まずはね、やっぱり加藤一二三さんの、はいはい、こう天才というテーマで、まあ、ちょっと、テーマに沿って、ちょっと同じ聞いていきましょう。福岡の出身、はい、1954年、14歳でプロ棋士としてデビューします、はい、トントン拍子でトップ棋士へと上り詰め、神武この方の天才と称されました。はい、大山名人、中原名人と名勝負を繰り広げ、1982年にはその大山名人を破り、名人の座を獲得するなど、長年将棋界のトップで活躍されました。あ、すいません。今、1982年には、あの、中原名人に勝って。中原名人です。はい、はい、はい。失礼いたしました。はい、はい、はい。そして先月20日、日本将棋界最長となる62年10ヶ月に及ぶ現役生活にピリオドを打たれました。はい。62年か、うん、この、なんか今回のやつで僕も調べたんですけど、タイトルが、やっぱり、なかなか取れないんですよね。名人とか、この竜王とかね。まあ、確かに、そうで、まあ、簡単にタイトル取れないってことでね。まあ、私は、簡単に言うと、まあ、この、棋士の中で、単に棋士の中でですよ、あの、タイトル戦に、登場するだけでも大変なんですよ。ね、そこまで行くのにね。登場するだけで大変で、しかも、勝つっても大変なことですよね。確かに。タイトル、だから一応、我々の世界では、はい、あの、ステータスとしては、うん、タイトル獲得というのはステータスになります。はいはい。で、それじゃあ、初めて、うん、あの、念願かなって名人になった瞬間っていうのことをやっぱ覚えてますか、うん、あの、こう思ったんですよ。はい、あの、名人は、はい、三度目の名人挑戦で、はい、二十歳の時から挑戦してましたから、はい、つまり、はい。ですから、42で名人になるのか分かった瞬間に、うん、私は感激のあまり、はい、ああ、そうかと叫びました。ああ、そうかって言ったんですか？ああ、そうかというのは、はい、あ、ついに、やった、
ついに、やっぱり、なんか、名人になれると思ってたんだけれども、ついになったって言って、あ、そうかと叫んだんです。いや、それは、そうか。そう、あそう、あそこというのは、考えを、いろんな考えを込めて、あそうかと、叫んだんです。深いですね。まあね、その第一声、あそうか。やっと分かったみたいなことだった。ってことなんですよ。気づいたみたいなことですね、あそうか。そうです。つまり、最後の最後、ゴール直前は、負けたと思ったんですよ。負けたと思ったんだけども、もう一遍、考え直したときに、勝つ手を見つけて、そこで、あ、そうか、と先は、簡単に言うと、一歩の中におけるですね、はっきり、勝利の確信だったんですよ。だからはっきり言って、やっぱり一分っていうのは大きいですよね。それは対局の試合展開とかもやっぱあったんですね、そこはね。うん、まあ簡単に言うと、まあ、はっきり言って、この、名人戦の中でもね、もう、空前絶後の、名人戦の展開って簡単に今まで、これ、まあ、数、これからもない、もう本当に空前絶後の、大勝負だったんですよ。で、ついに私が勝ったんですよね。で、今後、井口、衛星名人がね、モソグリーンの、スーツで戦った時があって、私は、モニュースさんのモスグリーンのスーツ姿をですね、前にして、6時間戦った時にですね、少し変調をきたしまして、はっきり言って、反則負けをしました。あら！つまり私はすると、だってね、やっぱ戦いというのはですね、やっぱりちょっと、なんだろう、例えば、体育だったら、まあ私だったら、赤い色とか、なんかこう、エネルギー戦うぞっていうね。そういう色だったら、こちらもね、闘争心が。私だって、いや、それだったら自分だってね、やるぞという気が起こってくるんですけども、やっぱ、平和な日は、例えば公園の中に使われてる色ですよね、モスグリーンね。その平和な色をね、この、彼が着てたのでですね、いや、もう、中にこう、5時間、6時間戦ってるうちにですね、何やら、はっきり言って、闘志が泣いてきたんですよ。緑を見て、やられちゃって、いや、あまりにも、抑制されちゃったんですね。あまりにも、いい色ですもんね。あれだから、例えば、普通に言ってね、例えば、好きな色だから。例えばね、公園とかね、ビルの植え込みに使う色ですよね。でも、体育の時にはどうでしょうね。そうなんだ。やっぱ、それぐらい真剣に、闘志を燃やしてやってるっていうことですよね。すごいね。弱点ですね。その緑は好きな色だけど、相手が着ると。それは、やっぱり、その緑の服は、ちょっと、日常生活で使ってもらいましょうと。対局では着てこないでください。いいんじゃないですか。待って、着ようなんて。いや、だからね。好きなんだから。好きな色なんだから。でもなんか、スーツのね、イメージあるけど、みんなね、黒っぽいスーツ多いですよね。今だから明かせる話ですよね。そんなところに弱点があったんだ。いやー、すごい面白い話、いっぱいいただきましたね。いただきたかったですけども、お時間でございます。はい、お忙しい中、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、どうも、ありがとうございました。ございました。ありがとうございました。山本さん、負けましたって言ってました。ありがとうございました。どうも、失礼します。はい、今日のゲスト、加藤一二三さんでした。ありがとうございました。やっぱ、運動しなくても、将棋の人ってやっぱ脳を使うから、エネルギーってカロリー消費してるみたいですよね。いや、そうなんですよね。で、その中から、消費したカロリーというのはですね、糖分でないと補えないって聞いてますよね。対局の後っていうのはもうベッドに入ったらもうぐっすりですか、それとも夢の中でまだ指してたりするんですか。大体ね、はいはい、対局終わったまずはですね、対局終わったらですね、二人が感想戦というのを行います。感想戦っていうのもあるんですね。まず戦い激闘終わった後に、まあこの1時間ぐらいお互いぐらい感想、お互いの感想を言い合うというね。まあはっきり、例えば具体的に、いや、私はね、私はここで7億とついたんだけどね、本当はね、寝ることもつきたかったんですよって言ったら、相手が、いや、それはね、加藤さんね、その時にね、私は、行為に関しましてね、羽生さんが言った答えっていうのね、あ、そうだ、多分、羽生さんが、考えてくださった、服の何々さんっていう、東京から転勤した、彼ですよねって僕は言ったんだけど、本当は、真相は、やぶの中です。あ、わかんない。そういうこと。いや、そう、なんかこう、ね、騎士の人たちの謎っていうから、すごいミステリーかと思ったら、職員転居。なんか、別に俺でも俺でも答えられそうな。謎解いてくれましたって。そうそう。いや、私は思いもつかなかったですよ。そうですか。そういう時も、考え方として、将棋のさ、駒みたいにさ、その人が大阪行ってなり。すごい。読み数字をですね、まあ、はっきり言って、このオープンに、語り合うというのは感想戦です。これ1週間ぐらいありまして。それもまた記者の人たちがこういう。それを、それを参考にして文章も作ります。で、その後、仮に、普通仮に
負けた時なんかは、うん、はい、対局終わってからですね、まあ、負けた時は、まあ、二日三日ですね、はい、何かに折につけては、いわゆる負けた将棋を頭の中で研究してます。二日三日をかけて。将棋で、この、だいたい何手ぐらいとかで決まるとかってあると思うんですけど、この、例えば一手二手やって、負けましたっていう人とかいるんですか？この本当にちょっとだけで、もう、一番早くて。一番早くて。はい、多分ね、はい、多分今までの、最短、最短記録の勝負って、多分ね、多分40手ぐらいだと、40手ぐらい。40手で決まっちゃったんですか？ 40 手っていうのは、はい、ありますね。で、普通、平均は、平均は125手です。ああ、そんな平均の手があるんですか？125手。平均の手数ですね。平均の手数は、簡単に言うと、約、公式戦、約2500戦いますけども、そのうちの平均手数は125手です。で、ただ、中にね、だからとは言いながら、例えば、400手とか、うんうん、僕の経験で、僕の最も長い将棋はですね、うん、確か、少なくともね、漢字はね、300手となります。だ平均、なんか平均125手だから、300手、約3局分ですよね。なるほど。その、確かすごいですよ。300手かかった、うん、長編、大長編でも、名局です。す、は、べ、い、て満点、お互いすべて満点の手やって、私は勝ってます。歴史だ。加藤さんにですね、うん、聞いてリスナーの皆さんからも質問がいっぱい来てますので、ちょっとね、お答えいただきたい。はい、ドクター。めったにメディアに、ね、出てこないですからね、皆さん。まあ、いや、今結構出てますけど、はい、ドクター・リトハフさんからですね、はい、好きな駒はよく聞かれると思いますが、嫌いな駒ってあるんですか？面白いな。ちなみに好きな駒は、はい、ね、一応、好きな駒は、はい、そうですね、まあ、銀と飛車ですね。銀と飛車、はい、どうして銀が好きかと言いますと、はい、ほとんど私は今までの、大勝負で、例えば、こう、125手だから、300手、約3局分ですよね。なるほど。その、私はすごいですよ。300手かかった、うんはい、長編、大長編でも、名局です。す、は、べ、い、て満点、お互いすべて満点の手やって、私は勝ってます。歴史だ。これ加藤さんにですね、うん、聞いてリスナーの皆さんからも質問がいっぱい来てますので、ちょっとね、お答えいただきたい。はい、ドクター。めったにメディアに、ね、出てこないですからね、皆さん。まあ、いや、今結構出てますけど、はい、ドクター・リトハフさんからですね、はい、好きな駒はよく聞かれると思いますが、嫌いな駒ってあるんですか？面白いな。ちなみに好きな駒は、はい、一応、好きな駒は、はい、そうですね、まあ、銀と飛車ですね。特に、はい、どうして銀が好きかと言いますと、はい、ほとんど私は今までの、大勝負で、例えば、こう、銀を使って、はい、銀を使って、名人になったこともあって、うんうんうん、銀を、なるほど。いや、最後に言って、銀を使って勝ってるのが多いから、うん、銀が大好きです。もう思い出がね、面白いということで、まあ。そういうことですよね。銀っていうのは、まあ、はっきり言って、はい、こういう表現もできます。はい、まあ、会社で言うと、営業部長。どんどん前に出ていって、横に行けない。営業部長で前に出ていってですね、まあ、はっきり言って、まあ、そのなんだろう、大きな戦果を、この、仕事を取ってくる。うん、そう、仕事、大きな仕事を取ってくる。外回り。外回り。外回り。そうなんだ、銀。面白い例え。動かすんだ。この外回りの活躍によって、まず敵陣突破。その後に、この前線突破した後に、飛車とかが入っていきます。だ銀が、先に入っていかないと、飛車は入りません。やっぱり攻撃の、やっぱ銀と飛車が入ってくる。要です。だから、はっきり言って、棒銀って言葉がありますけれども、棒銀、私、今まで約、60年棒銀をさせますけれども、棒銀というのは、飛車と銀の協力のことを棒銀と言います。まあ、飛車の前に銀が出ていって、敵に突破するので、棒銀と言います。なるほど。守るものじゃなくて、攻めのことなんですね。もう、はい、もう、この、はい、もう、はい、攻め。飛車単体で行くんじゃなくて、銀を先に行かせていくってことなんですね。ちなみに嫌いな駒ってありますか？ないです。あ、ない。だって、嫌いな駒あったら、ダメですよ。そうですね。ねえ、ねえ、ねえ。嫌いな駒あったらできないですよ。いい音でしたね、今ね。いいですね、生で。強いんですよね。力強い、やっぱり、ね。力が強い。好きな駒だから、やっぱり。そうですね。こんなのもありますね。うん、トキンさんからいただきました。はい、ヒフミンの好きな色は何の色ですかという質問です。ああ、色ですね。ああ、色ですね。あ、色はね、はい、はい。好きな色はね、はい、好きな色で言うと、まあ、紺とか空色とか、緑です。
ちょっとなブルー系ですかね、うん、はい、ブルー系で赤系じゃない、落ち着く、ね、感触っていうんですかね、あ、あ、あ、そうそう、それで、うん、好きな色はブルーと空色と、うん、から緑だけど、ただしですね、うん、はい、緑というものは、はい、将棋連盟の、ね、職員にね、いや1年前に表彰を受けるところに聞いたんだけどもね、うん、あと言って探したらです、ね、なんとです、ね、はい、私にね、はい、そういった話をした職員がいないって言うんですよ、えっ、ーと、いない、で別に職員がいないってことを僕は、あ、ハブさんたちがいる会食の席で僕が言ったら、ハブさんはですね、はい、ちゃんといろいろ考えて、つまりハブさんの、あ、答えはこうです。これは加藤先生ね、はい、これはその職員というのは、はい、大阪に転勤したね、この何々屋さんでしょうと言ったんですよ、はい、いや、いや、そういう場合で、そういう時ではそうだと思って、でもね、私はね、ハブさんが私の謎をね、この対局中にね、解いてくれたこの本当の真剣さ、行為に関しましてね、うん、羽生さんが言った答えというのはね、はい、あ、そうだ、多分羽生さんが考えてくださった、あそこの何々さんっていう、うん、東京から転勤した彼ですよねって僕が言ったんだけど、本当は、あ、真相は、やぶの中です。ああ、わかんない。そういうこと。いや、そう、なんかこう、まあ、ね、騎士の人たちの謎っていうから、すごいミステリーかと思ったら、そうそうそう、職員転居。なんか、俺でもその、俺でも答えられそうなんです。謎解いてくれましたって。そうそう。いや、いや、実は私は思いもつかなかったですよ。そうですか。なんかそういう時も、なんか考え方として、将棋のさ、駒みたいにさ、ね、その人が大阪行ってなり、すごい読み数字をですね、あ、まあ、はっきり言ってこのオープンに語り合うというのが感想戦です。これ1週間ぐらいありまして、それもまた記者の人たちがこう、あ、それを、そうそうそう、それを参考にして文章を作るの、ね、でその後、はい、仮に、あ、普通はまあ、仮に負けた時なんかは、うん、はい、対局終わってからですね、まあ、負けた時は、まあ、二日三日ですね、はい、何かに折につけては、いわゆる負けた将棋を頭の中で研究してます。二日三日をかけて。将棋で、この、だいたい何手ぐらいとかで決まるとかってあると思うんですけど、この、例えば一手二手やって、負けましたっていう人とかいるんですか？この本当にちょっとだけでもう、一番早くて。一番早くて。あ、はい、うん、多分ね、はい、はい、多分今までの、はい、最短記録の勝負と、うん、多分ね、多分40手ぐらいだと、40手ぐらい。40手で決まっちゃったんですか？40手っていうのは、はい、ありますね。で、普通、平均は、うん、平均は125手です。ああ、そんな平均の手があるんですね。うんうんうん、つまり平均の手数ですね。平均の手数は、簡単と約、公式戦、約2500戦いますけども、うん、はい、そのうちの平均手数は125手です。で、ただ、中にね、だからとは言いながら、うん、例えば、400手とか、うんうん、もう僕の経験で、僕の持っている長い将棋はですね、うん、確か、少なくともね、漢字はね、300手となります。だ平均、なんか平均125手だから、300手、約3局分ですよね。なるほど。その、私すごいですよ。300手かかった、うん、300手かかった、うん、謎解いてくれましたって。そうそう。いや私は思いもつかなかったですよ。そうですか。そういう時も、考え方として、将棋のさ、駒みたいにさ、ね、その人が大阪行ってなりみたいな。加藤さんからすると、対局中に将棋以外のことを考えるっていうのは、もう考えられないことなんですか？いや、よくですね、はい、対局や、例えば、よくよくうん、考えるときは、うん、例えばですね、まあ、そうだな、この、祈りの歌を歌ったり、祈りの歌で、もちろん、相手のいないところで、はい、まあ、歌を歌ったり、で、まあ、ちょっと、まあ、この対局の部屋からですね、はい、まあ、こう、空を眺めてですね、おこう、なかなか空っぱ雄大で、おスケール大きく雄大でいいな、で自分も、ああいうスケールの大きな、多くスケールの大きな将棋を指そうとか思ったりですね、そういうふうに、なります。何食べたっていいんですよね。全く自由で、今、まあ、全く自由で、うん、今の、私は長年、うなじを食べてる、うん。そうですよね、はい、バナナとかね。バナナもね、500円したバナナだと、チーズとか。チーズ。あと、まあ、飲み物は、例えば、うん、いろんな飲み物飲みます。だから、コーラも飲むし。あ、そうそう。まあ、3リットル飲むって決めてる。え?3リットル。いや、まあ、そうですね。頭動かないといけないから。だから、やっぱ、運動しなくても、将棋の人ってやっぱ脳を使うから、エネルギーってカロリー消費してるみたいですよね。いや、そうなんですよね。ねうん、で、その中から、この、消費したカロリーというのはですね、うんうんうん糖分でないと補えない、補えないって聞いてますよね。ねえ、うん、そうな
もう対局の後っていうのはもうベッドに入ったらもうぐっすりですか、それとも夢の中でまだ指してたりするんですか。その日の夜は。もう大体ね、はいはい、あの対局終わった、まずはですね、対局終わったらですね、はい、あの二人が感想戦というのを送られます。感想戦っていうのはあるんですね。まず、戦い、激闘終わった後に、まあ、あの、この1時間ぐらい、お互いです、うん。お互いぐらい、あの、感想、お互いの感想を言い合うというね。まあ、あの、はっきり、例えば具体的に、いや、私はね、私はここで、7億とついたんだけどね、本当はね、2億ともつきたかったんですよって言った相手が、いや、それはね、加藤さんね、その時にね、私は、こういうふうに誘おうと思ってましたってことで、お互いの読み数字をですね、まあ、はっきり言って、この、オープンに、語り合うというのが感想戦です。これ1週間ぐらいありまして。それもまた記者の人たちがこういう。あ、それを、そうそうそう。それを参考にして文章も作ります。で、その後、はい、仮に、普通まあ、仮に負けた時なんかは、うん、はい、対局終わってからですね、まあ、負けた時は、まあ、二日三日ですね、はい、何かに折につけては、いわゆる負けた将棋を頭の中で研究してます。二日三日をかけて。将棋で、この、大体何手ぐらいとかで、決まるとかってあると思うんですけど、この、例えば1手2手やって、負けましたっていう人とかいるんですか？この本当にちょっとだけでもう、一番。解いてくれたこの本当の真剣さ、行為に関しましてね、羽生さんが言った答えっていうのはね、はい、あ、そうだ、多分、羽生さんが考えてくださった、そこの何々さんっていう、うん、東京から転勤した、彼ですよねって僕も言ったんだけど、はい、本当は、真相は、やぶの中です。あ、わかんないよ。そういうこと。いや、そう、なんかこう、まあ、ね、騎士の人たちの謎っていうから、すごいミステリーかと思ったら、職員転居。なんか、別に俺でもその、俺でも答えられそうなんだ。謎解いてくれましたって。そうそう。いや、私は思いもつかなかったですよ。そうですか。なんかそういう時も、考え方として、将棋のさ、駒みたいにさ、ね、その人が大阪行ってなり。加藤さんからすると対局中に将棋以外のことを考えるっていうのはもう考えられないことなんですか？いや、よくですね、はい、対局や例えばよくよくあの、うん、考えるときは、うん、例えばですね、まあそうだな、この祈りの歌を歌ったり、祈りの歌で、もちろんこの相手のいないところで、はい、まあ歌を歌ったり、でまあちょっとまあこの対局の部屋からですね、はい、まあこう空を眺めてですね、おこうなかなか空が雄大で、おスケール大きい、雄大でいいな、じゃ自分もああいうスケールの大きな大きスケールの大きな将棋を指そうとか思ったりですね、そういう風になります。何食べたっていいんですよね。全く自由で、まあ全く自由で、今の私は長年うな重を食べてる、そうですよね、バナナ好きな、バナナとかね、バナナもね、500円したバナナだと、チーズとか、チーズ、あとまあ飲み物は例えば、いろんな飲み物飲みます。なんかコーラも飲むし、あ、そうそう、まあ3リットル飲むって決めてる。え、3リットル、いや、コーラは必要ですね。あ、そうですね、頭動かないといけないから、だからやっぱ運動しなくても将棋の人ってやっぱ脳を使うから、エネルギーってカロリー消費してるみたいですよね。いや、そうなんですよね。ね、うん、で、その中から、この、消費したカロリーというのはですね、うんうん、糖分でないと補えないっていうのを聞いてますよね。対局の後っていうのはもうベッドに入ったらもうぐっすりですか、それとも夢の中でまだ指してたりするんですか。その日の夜は。大体ね、はいはい、対局終わった、まずはですね、はい、対局終わったらですね、はい、二人が感想戦というのを送られます。感想戦っていうのはあるんですね。まず、戦い、激闘終わった後に、まあ、この1時間ぐらい、お互いです、うん。お互いぐらい、感想、お互いの感想を言い合うというね、まあ、はっきり、例えば具体的に、いや、私はね、私はここで7億とついたんだけどね、本当はね、寝ることもつきたかったんですよって言った相手が、いや、それはね、加藤さんね、その時にね、私は、こういうふうに誘おうと思ってましたってことで、お互いの読み数字をですね、まあ、はっきり言って、このオープンに、語り合うというのは感想戦です。これ1週間ぐらいありまして。それもまた記者の人たちがこういう。あ、それを、そうそうそう。それを参考にして文章も作ります。で、その後、はい、仮に、